ドキ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 。とある場所へ向かう女子2人、コテコテ関西系しっかり者の元気印、坂本智子とチャキチャキ江戸っ子、ちょっと天然の小出由佳。一体どこへ行くんだろう。八景島シーパラダイスに新しいところができたんだよね。新しいところ？そう、新しくて、すっごく楽しそうなところ。何それ？もうそれは行ってからのお楽しみっていうことで、今教えてくれないの？今はね、ちょっと教えられないんだよね。そう、めっちゃ気になる。何やろ。ということで、2人がやってきた横浜八景島シーパラダイスは日本最大級の海と島のテーマパーク。海の生き物たちを身近に感じることのできる水族館では、普段なかなか見ることのできない魚や動物たちが出迎えてくれる。ショーやアトラクションなど楽しみどころは盛りだくさん。まさにここは海のワンダーランドなのだ。そんな横浜八景島シーパラダイスに新しくできたのが、海を使ったこのエリア、海ファームだ。2人のお目当てはここ。楽しく学べる場所らしい。ここはどういう場所なんですか？はい、ここはアジとかお魚を釣って、はい、釣ったお魚を全て食べていただいて、はい、でそのお魚を、はい、の命をいただくっていうお勉強の場なので。もうそういうのやりたかったんですよ。なので、はい、今日釣った分は全て食べていただきますので、はい、結構いろいろあるんですね。たくさん。そうですね、たくさんいけすあるんですけど、はい、基本今の時期は、はい、アジだけですね。アジだけ、はい、そうなんですね。でその時期によってまたいろんなお魚を用意していきたいと思う、うん、じゃあこの辺でやりましょうか。はい、ここで、はい、もちろん手ぶらで OK。 気軽に釣り体験。引き網をつけるんですけど、はいはい、針をだいたい全部隠すように、はい、縫って刺してください。お尾から刺した方がいいんですか？そうですね、尾羽の方から。はい、お結構しっかりつけるんですね。そうですね、吸い込んで食べるので、アジはあんまり中段板につけとくと餌だけ取られちゃうんで。あ、なるほど、なるほど。じゃあここまで準備できたら、はい、あとはこれを入れるだけです。お、これだけですか？はい、で沈めていって、はい、アジが食えば当たり、ブルブルっていう当たりがあるので、はい、お、早い早い早い。で慌てて引っ込かなくて大丈夫です、はい、なので、はい、今ゆっくりこういう感じでやってもらえる。すごい。そういうことでいきます。アジ口が柔らかいんで、思いっきりギュッと合わせちゃうと口切れちゃったりするので、はい、注意してください。優しく優しく、実際やる前に、はい、今みたく釣れすぎちゃうんでね、はい、何匹食べるか決めてからやりたいと思います。はい、何匹ぐらい食べますか？そうですね、2匹ぐらいですかね。5匹ぐらいいけるかなと思うんですけどね。食べ過ぎ食べ過ぎ食べ過ぎじゃあでもいけるんだったらね、行っちゃえばいいですよね。そうですね、釣っても大丈夫です。でもちょっとちゃんと責任持ってよ。じゃあ3匹にします。3匹に、はい、じゃあ2人合わせて5匹で、はい、はいはい、行きます。はい、やってみてください。よいしょ。これでちょっと沈ませるんですね。これでゆっくりゆっくり沈ませて、ゆっくりゆっくり。どうだ？おお、かかった。おー、かかったかかったかかった。ゆっくり上げなきゃね。え、もう上げても大丈夫ですか？はい、そうです、ゆっくり上げてください。ゆっくり。あ、ちょっと絡みそう。よいしょ、ゆっくり上げます。おいしょ。じゃじゃーん。見えますか？アジゲット。見えるかな？イエーイ、やっとアジゲット。イエーイ、元気でーす。わー、釣れた。おいしょ。これで沈ませるだけですからね。さあ、おいで。おった。あ、目に見えてわかる。あ、でもまだ食ってないですね。あ、お、来た来た、来ましたよ。おいしょ。じゃじゃーん、アジゲット。いいですね、これだけ簡単に釣れたら。おお、前だって。餌をつけて、そう、分かってるんですけどね。針を隠すようにつけて。初めて。おいしょ。よし。よーし。お、おー、来た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 。早い。お腹空いてんで。お、来た。お、腹ペコ。よっしゃー、あげるぞー。ゆっくりゆっくり。おいしょー、来ましたー。たらー、じゃーん。
く食べたいね。ねえ。うん。唐揚げ？唐揚げ。そうですね、釣ったやつは早めに中に入れとかないと。ちょっとこれ早く言ってもらっていいですか。今口切れるなと思いながら見てたんですよね。言ってくださいよすぐに今。いや、絵的に面白いかと。絵的に、まあ、絵的にそれもね、勉強なので、はい、そうですね、はい、勉強になりました。釣った魚はすぐに落ちないようにしてもらえるように、はい、じゃあ3匹目、ゆっくり沈ませて、さあ来い。おきた。あ、おお早いな。やっぱり来ましたね。さあ、あげちゃうぞ。おいしょ。あ、あ、さっきよりちょっと大きいんじゃないですかね、これ。じゃじゃーん、アジー釣れました。いや、美味しそうですね。早く食べたい。釣りたての新鮮なアジは併設されているカラットキッチンに持っていくと、その場ですぐに唐揚げにしてくれる。普段何気なく口にしている魚も、こうして釣ったものが料理されてくる過程を見ることで、ありがたみもしっかり勉強できるわけだ。うわー、すごい。めっちゃ美味しそう。唐揚げ以外にも、島内の大正レストランに持ち込めば、特別メニューでいただくこともできるのだ。2人が釣ったアジがあっという間にこんなに美味しそうな唐揚げに。冷めないうちにどうぞ。うわ、いただきます、はい、いただきます、はい、あ、うん、あ、ふわふわ、おいしい。これ釣りたてやからね。ね、うん、さっき釣ったやつやもん。だってさ、こんなに早くお料理してくれるとこなんかないよ。うん、すごいね。釣って待ってるだけ。うん、こんなに美味しい。しかもさ、自分たちで釣り上げたから、うん、美味しさも倍増や ね。そしてありがたさもね。うん、これいいわ。今日イケスの中のアジを釣ってもらったんですけど、はい、まあ、ここもすぐ東京湾なんで、はい、東京湾にもね、たくさん、まあ、アジ以外にもいろんなお魚がいますので、はい、お、ということで、斉藤さんが次に案内してくれたのはサブマリンサーチ。この船には何やら仕掛けがあるらしい。こちらの海中観覧船で、はい、東京湾の海の中の、中を見られるんですか。そうですね、ご見学いただけるので、おお、ちょっと揺れるんでね、気をつけてください。わあ、どんなんやろ。うわ、すごい。え、魚いっぱいおる。うわ、え、あ、すごい、いっぱい。これ、アジですか。そうですね、これアジです。あ、アジだ。すごい。あ、エイもいる。すごい、エイもいる。大きい。面白い。すごいね。おお、こうなってるんだ。いや、何これ何これ、これ何ですか。これスズキですね。これスズキですか。そうですね。海の下ってこうなってるんですね。そうですね、まあ、こういうので東京湾の、はい、今現状をね、皆さんに見ていただいて、はい、でなおかつもっと綺麗にしていけば、はい、東京湾も綺麗になるんだよっていうのを勉強していただこうと、いうものをここに作りましたので、はい、いやー、すごい、うんうん、こういうのも勉強だよね。がぜん、釣りにも東京湾にも興味を持った2人はアクアミュージアムへ。いろいろな水槽があるが、馴染み深い魚たちも展示してある。サメ、ジョーズってやつ。なんか知ってる魚ある。これ、このいっぱいいるの。これは何。メバル。メバル、うん、そう、おいしいよ。私はね、うん、ね、あ、これカサゴ。何。あ、カサゴ、こんなとこにいた。すごい、うん、いい感じに、ね、こう知ってる魚がいると嬉しい ね。こうやって泳いでるとこってなかなか見れないもんね。うん、うん、これさっき釣ったアジのちっちゃい子。あ、ほんまや。ちょっとこっち見て、こっちこっちこっち、イカがいる。ほんとだ、優雅に泳いでる。わー、うん、こんなに
近くの海にこれだけたくさんの魚がいるんだね。ねえ、うん、ちょっと釣ってみたくない？あ、釣ってみたい。ねえ、うん、釣って食べてみたい。いいね、うん、とは言ってみたものの、どうやって釣ったらいいのか知るはずもない。どうしよう、やり方わかんない。やり方わかんないから、知ってる人いる？いい人がいる？いい先生が。本当？はい、知ってます。おお、うん、じゃあ安心。じゃあちょっと電話して、うん、聞いてみよう。よし、うん、こうして釣り人への一歩を踏み出した2人、次回は早速東京湾の大海原へ。一体何を釣るんだろうか。